私の中に入ってくるのは誰だ。今我々は草一本、鳥一羽でも食せば体を侵され死に至る世界に住んでいる。今科学は我々を救済するのである。全ての人々が貪り尽くしたこの地上には相応の結末が訪れるのです。美しい終末はすぐそこです。エース様、なぜ私を助けたのですか？死にたかったというのか。これが運命であるならば、私たちまだ友達ですよね。友達はそう簡単に友達でいることをやめたりしない。